夏だ、ビーチだ、水着だ、おっぱいだ、もうあたいは誰にも止められないぜ。野牛ちゃん、一緒に貝殻を拾おうよ。野牛ちゃんに貝殻のペンダントを作ってあげる。そんな素敵なものを俺にくれるというのか。一生大事にすると。そのペンダントもひばりのことも。ほらアスカ、あたいが日焼け止めオイルを塗ってやるよ。全身くまなく丁寧にな。自分で塗るから大丈夫だよ。カツ姉に頼むとなんか変な触り方するんだもん。皆さん、少しはしゃぎすぎではないでしょうか。今は忍びの盆踊りの真っ最中なのですよ。けどさ、誰も襲ってくる気配なんてないだろ。どうせ他の連中も楽しくやってるに決まってるさ。ひばりもそう思う。だってこんなに素敵なビーチにいるんだもん。戦いたいなんて誰も思わないよ。しかし皆さんも聞いたはず、忍びの盆踊りの勝者には神楽への道が開けると。それも本当かね。だって神楽といえば忍びの最高称号だろ。それがなんで矢倉の壊し合いで道が開けるんだ。まさか神楽と矢倉をかけているのか。野牛ちゃん鋭い。きっとそうだよ。そうに決まってるよ。みんなごめんね。ばっちゃんがわけのわからないことを言って。俺は気にしていないぞ。ひばりとの楽しい思い出作りもできるしな。確かに忍びの盆踊りにはわからないことがたくさんあります。ですがだからといって遊んでばかりというのは。相変わらずイカルガは固いな。そんなんじゃこの夏を楽しめないぜ。何をするんですか、桂木さん。やめてください。そんなところを揉まないでください。固いお前を揉みほぐしてやるのさ。凝ってる凝ってる、これは凝ってるわ。揉み揉みマーミーマーミー。ひばりも一緒に揉みほぐす。ほらイカルガさん、揉み揉み。では俺はひばりを揉みほぐす。揉み。皆さんいい加減にしてください。やっぱりこんなのおかしいですわ。もっと真剣に考えるべきです。今の私たちの状況や忍びの盆踊りについて。そんなこと言われてもな、夏があたいを狂わせるしな。わかりました。では私が正気に戻してあげましょう。少し手荒くなりますよ。舞い忍びます。カツラギ、舞い忍ぶぜ。いざ尋常に舞い散れ。これでどうだ。まだまだかこれでどうだ。かわまだね、遅い。
して当たり前ですわ。ごめんなさい、ごめんなさい。もう大丈夫です。これからはもう少し真剣になります。ひばりも舞い上がっちゃってたよ。ごめんね、イカルガさん。俺たちは忍びだというのに反省した。すまなかった、イカルガ。分かっていただければいいんです。でさ、落ち着いて考えてみたんだけど、あたいたちはどうするべきなんだ。やっぱ忍びの盆踊りをやった方がいいのか。でも、どうしてさゆり様はひばりたちに忍びの盆踊りをさせようとしているの？
それがわからないとちょっと。確かにそうですね。神楽への道が開かれるという理由だけでは戦いへの気持ちが乗り切らない面もあります。ばっちゃんには何か考えがあるんだと思う。今までずっと家を空けてたぐらいだし。こんな状況だ、俺たちから無理に動く必要もあるまい。少し様子見をするのがいいと思う。そうですね、闇雲に動いてもいいことはありませんからね。ばっちゃん、一体何が目的なの？やっぱどこにもいないね。ですが、確かにおじい様の気配を感じました。うん、絶対にあれは黒影おじいちゃんの気配だったよ。だが、これだけ探してもいないのだ。やはり気のせいだったのかもしれぬな。そうですね、一旦おじい様のことは置いておきましょう。今は忍びの盆踊りをどうするか考えなくては。っていうかさ、みんなはどうなの？やっぱ忍びの盆踊っちゃう感じ？神楽への道が開かれるそうですからね。それが本当なら他校の櫓に攻め込むのが正しいと思います。アスカさんたちはどう思っているのでしょうか？気になりますね。わしたちにその気はなくとも、向こうがその気ならば戦いは避けられませんから。じゃあ私がちょっち偵察に行ってくるよ。蛇女の子たちの様子でも見てこようかな。シキ、一人で大丈夫ですか？余裕っしょ、私に任せといて。忍びの盆踊りか。神楽のことの真偽はともかく、こんな空間にいつまでも囚われていては時間の無駄だな。まあまあ、そんなに急がなくてもいいんじゃない？ほら、せっかくの真夏のビーチなんだしさ、少しくらい遊んでからでも遅くないと思うんだよね。というわけで、みやび、水着になろう。いや、ならん。どうして？どうしてもこうしてもあるか。さっさと勝ち抜ければこの世界から出られるかもしれない。ならば速やかに他校の櫓を壊すのみ。みやびちゃん、でもなんだ？りょうなちゃん、もっとここでりょうきお姉ちゃんと遊びたいの？だって元の世界に帰ったらりょうきお姉ちゃんとは会えなくなっちゃうんだよね。そうね、お姉ちゃんがこの姿でいられるのもここだけのことだから。そうなのか？りょうみちゃんだってそうでしょ？りょうきお姉ちゃんともっと一緒にいたいでしょ？りょうびはまだよくわからないわ。あら、りょうびちゃん、ごめん、少し時間が欲しい。うん、どうしたものか。ふん、リーダーって大変だね。ふん、私にはマジ無理。シキ、お前何しに来た？私たちを襲いに来たんですね。私は早くお家に帰りたいのに。ほう、たった一人で櫓を壊しに来るとはな。その度胸だけは認めてやろう。え、何それ、別にそうじゃないんだけど。だが私たちを甘く見すぎだ。私は様子を見に来ただけなんだけど。行くぞ、シキ。てかこれマジでヤバくない？エリカにメールしたらかなり興奮しちゃうよ、きっと。
でもまあこうなったらやるっきゃないよね。鎮魂の夢に沈みましょう。任務開始。終わらせよっと。
として終わらせようっと。カラーキラッサーレッドよよはいよさてよこんな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 だけでなんとかなっちゃったよ。ヘビじゃも大したことないんだねって言いたいところだけど、みんな心ここにあらずって感じだったね。
まあなんか事情があるみたいだし、私でよければ話聞こっか。相談乗るよ。いい。ヤンキーは怖い、嫌い。私のどこがヤンキーなのよ。せめてギャルって言ってよ。金髪はヤンキー。あは、まあいいや。んじゃあ私行くから、悩みがあるならいつでもメールしてよ。さっさと行け。どうしたんだミヤビー、らしくないよ、ぼーっとして。懐かしいこの感じ。え、これは母さんの気配だ。母さんってまさか。みやびちゃんのお母さんも忍びだったんでしょ。ああ、私が子供の頃ヨウムに殺された。あら、だったら神楽千年祭で生き返っているかも。探しに行ってみたら。母さんが生き返っている。みやび、この世界にいる理由ができたね。探しに行ってみようよ、お母さんを。よし、それじゃ早速出発だ。水着になって。水着は関係ないな。だけど、それに母さんを探す前にやることがある。やること？追いかけるぞシキヨ。私はやられた借りはすぐに返す女なんだ。の世話が忙しくてなかなか遊べなかったって言ってたからな。タガが外れてしまったのだろう。気持ちはわかりますが、普段とのギャップが大きくて少し戸惑ってしまいますね。ユミ、ミノリ、村久保、突っ立ってないで一緒に遊びましょう。ほら、早く早く来るんじゃ。わかりました、今そっちに行きますね。ユミ、いいのか。忍びの盆踊りの真っ最中なのだぞ。それに黒影様のことだって。今はひとまず置いておきましょう。あんなに楽しそうな夜桜さんはなかなか見れませんし。確かに。では一緒に遊ぶとするか。みんなで浜辺をかけっこしましょう。わしが一番早いですよ。ミリッケツには罰ゲームが待ってますからね。待って待って待って、あはははは、待て待て待て、じゃないってば。シキ、てかみんなひどくない？なんで私抜きで楽しそうにしてんのさ。てかてか、私のこと完全に忘れてたでしょ。忘れてた。あたし偵察に行ってきたんだよ。みんなのためになるかと思ってさ。私としたことがごめんなさい。いや、わしが一番悪いんじゃ。夏の日差しが眩しすぎてつい浮かれてしまいました。もういっか、許してあげる。
夜桜ちんがレジャーに飢えてるのは知ってるし。それでヘビジョのみんなの様子はどうだったの？なんかよく分からなかった。みやびちんはなんか考え事してるみたいだし。言ってくれるじゃないか。だったら今度はヘビジョの本気を見せてやろう。みやびちん、もしかして私つけられちった？ヘビジョの本気という割には両備さんと両奈さんの姿が見えませんが。あの二人は両貴と一緒にいたいんだってさ。まあお前たちなら僕たち三人だけでも十分だしね。随分と見くびられたものです。ならばこちらはわし一人が相手になりましょう。夜桜さん、一人で戦うなんて無茶です。ユミ、ここはわしにやらせてください。海ではしゃぎすぎてしまったけじめをつけたいのです。わかりました。でもピンチになったら助太刀します。ありがとうユミ、感謝します。なめられたもんだな、僕たちも。まさか、あなたたちをなめるわけありません。だからこそ、初めから全力で行かせてもらいます。夜桜、鎮魂の夢に沈みましょう。任務開始。ふん、喰らえ。キタリア、キタリア、キタリア、そこ、キタリア、喰らえ。ボディが攻撃だ。この偉人だ。悪の誇りを舞い掲げよう。メラス、悪の誇りを舞い掲げます。今、悪の誇りを舞い掲げよう。いざ鎮魂の夢に舞い散れ。いけWee!
まだ終わってないぞ。甘い。まだやるの。はっ。こっちじゃ。くらえ。こっちじゃ。一撃で沈めます。くしょうがない任務でしたね。よし、わしの勝ちです。バカな、この私が二度も負けるなんて。そんなどうしたんだよ。みやび、みやびさんらしくない。引くぞ。夜桜ちん、すっご、一人で三人やっつけるなんてマジリスペクトだよ。これはきっと、きっと青い海が、白い砂浜がわしに力を与えてくれたのです。ん？さあ皆さん、わしたちを邪魔する者はもう誰もおらん。力の限り遊びまくるんじゃ。ありゃ、またお金出しちゃった。みのり、砂のお菓子作りたい。我は砂でトレース台を作りたい。おお、待って待って、遊ぶんだったら私も混ぜてよ。たまにはこういうのもいいですよね。またおじい様の気配が。やっぱりどこかにいらっしゃるのですね。でもだとしたら、どうして涼希さんのように姿を現してくださらないのですか、おじい様。